どうもこんにちは、本田です。それでは先ほどの動画の演習問題を解いてもらいます。 y イコール ax 2乗マイナス a マイナス 1x プラス2分の a プラス 2a 分の5プラス1、この二次関数の頂点の座標を求めてください。一旦一時停止ボタンを押してもらって、この問題にチャレンジしてください。3秒後に解説を始めます。お願いします。はい、ですか。そしたら一緒に確認していこう。二次関数の頂点っていうのは平方完成をすれば求めることができたよね。今式に文字があるんだけど、文字があっても文字がなくても平方完成の仕方は同じ。まずは x 2乗の係数 a で x の項までをくくってあげよう。そしたらこの部分を使って2乗の形が作りたいってなる。このパーツを使って作る2乗の形は x の係数マイナス a 分の a マイナス1を2で割った x マイナス 2a 分の a マイナス1の2乗。この形だよね。これを展開すると定数項の部分は 2a 分の a マイナス1の2乗ってなるから、これを括弧内に加えてあげればいいんだよね。ただ勝手に 2a 分の a マイナス1の2乗を足したらまずいから、マイナス 2a 分の a マイナス1の2乗の帳尻合わせも忘れずに。そしたら x 2乗マイナス a 分の a マイナス 1x プラス 2a 分の a マイナス1の2乗、この部分を因数分解しよう。するとこうなる。ここでさっきの貸し借りはあくまで括弧内でのお話だから、このゴミもまだ括弧内にいなくちゃいけないよね。そしたら a を分配する。するとこうなる。最後にこの部分を通分して計算すれば、尻尾の部分は 4a 分の a 2乗プラス 6a プラス9ってなる。分子の部分がいい感じで因数分解できる形になっているから、因数分解すると尻尾の分子の部分は a プラス3の2乗になる。これで平方完成完了。軸は x イコール 2a 分の a マイナス1、頂点の座標は 2a 分の a マイナス1コンマ 4a 分の a プラス3の2乗。これ答え。今回の問題みたいに式に文字が含まれる場合も多いから、やってること自体は単純な作業なんだけど式が複雑になってくる。だからこの一連の流れはしっかり意味で覚えよう。計算も頭でやるんじゃなくて、慣れてくるまではちょっと面倒でも、こういうふうに一個ずつ丁寧に書くことによってケアレスミスをしないようにしよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。